こんにちは、高瀬俊介です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は片思い中のお相手とあなたとの今後の関係はということで、2人の相性を占っていきたいと思います。やはり片思い中のお相手というのは、特に気になる存在だと思うので、そのお方とですね、あなた自身の相性といいますが、今後の関係はどのように発展していくのかというところをタロットカードのメッセージを通じて見ていきたいと思います。はい、それでは今回もカード3種類ご用意しておりまして、こちらから A、B、Cとさせていただきますので、お好きなカードを選びください。複数のカードで迷われている方はですね、最初にこれだと直感で気になった方をお選びいただいた方がいいかと思います。それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、カードをお選びください。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それではまずはじめにこちらの A からリーディングしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまず A をお選びいただいた方からのリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速カードを見ていきたいと思います。はい、それでは早速 A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずですね、カードの配置といたしましては、こちらが今あなたの現状のお気持ち、そしてこちら潜在意識ですね、そしてこちらがあなたのですね、この未来の気持ち、いわゆる気持ちがどう変化していくのかというところを表しております。で、こちらがお相手の現状の気持ち、そしてこちら潜在意識、未来への気持ち、未来の気持ちですね、そして最後にこちらがアドバイスカードとなっております。その上でですね、カードを見させていただきますと、まずあなたからですね、お伝えしておきたいのは、今あなた自身はそのお相手のことをすごくこう大切に思われているのかなというところが出ております。もう誰よりもですね、その人のことを深く愛し、大切に思っている。だからこそその今のね、強い気持ちがあるのかなというところが見受けられます。はい、ただその人のことを大切に思っているという一方で、どこかそのお相手と自分は何かこう不釣り合いなんじゃないかというか、ちょっと、ね、自分とはもしかしたら合わないんじゃないか、合わないっていうのは性格とかが合わないんじゃなくて、何かこうね、自分とはこうなんか不釣り合いな関係なんじゃないかっていうところが心のどこかで思っているのかもしれません。そういったところに少し、悩んで今自分を見つめ直しているのかなというところが見られます。はい、ただですね、その今あなたがその片思いしている方へ抱いている気持ちっていうのは、未来も変わらず持ち続けているっていうところで、しっかりとね、お相手のことを思い続けていて、その気持ちっていうのは変わらないかと思います。じゃあ一方で、お相手の方は あなた自身のことをどう思っているのかというと、まず一つ気になったのがですね、今その片思いしている方ですね、もしかすると過去の恋愛をまだ引きずっていらっしゃる方なのかもしれないというところです。まだですね、その未練が残っていたりだとか、少しね、立ち直れていない状況、もしくは直近に、この別れたばかりなのかもしれません。そういったその過去の恋愛に、まだ過去の恋愛をまだ引きずっていて、ようやく最近ですね、立ち直りかけているっていうところなのかなっていうところが見受けられます。で、その状況の中で、あなたからのアプローチっていうのが、あって、少し今戸惑っているというか、立ち直りつつあるので、ようやく次の恋にという形で、再スタートを切っているんですけれども、まだ少しその心の中でその過去の恋愛が頭をよぎっているのかなと
というところがあります。まあ、それによって、まだあなたが思うように、あなた自身にその片思いの方が振り向いてくれていないっていう状況が起こっているのかもしれないっていうところがあります。はい。それがですね、まあ過去がねまだ断ち切れていないというカードが、まあ、現在とちょっと未来のところにも出ているので、もうねしばらくはまだその過去の恋愛を引きずってらっしゃるのかな、でよほどその方にとって思い出深い恋愛だったのかなっていうところが見られます。ただずっと引きずっているわけじゃなくて、今はもうねその過去の恋愛とかそういったところから立ち直ってるというね、立ち直りつつあるというカードが出ておりますので、そのね過去のへの未練っていうのは少しずつこうねなくなってきているのかなっていうところなんですけども、そこがね今あって、あなたのアプローチに対してもちょっとまだね正面から向き合えていないのかなというところがあります。はいはい。なので、今は、まあ、片思いということなので、あなた自身はその片思いの方に、まあ、正面からこう向き合っていて、素直な感情で、接しているかもしれないんですけれども、お相手の方はまだね、十分に、そのあなた自身にこう向き合えていないのかなというところがあります。はい。なので、まあ、あなたが思っているのと同じぐらいのこの何て言うんですかね、思いっていうのを、まあ、片思いの方はまだ渡してくれていないのかなというところがあります。はい。ただそれもですね、徐々にこの関係がね続いていくごとに、あなた自身にこう振り向いてくれるっていうところは出ておりますので、そこはですね心配しなくていいのかなというところがあります。はい。なので、まあ、相性としてはちょっとパワーバランス的に、まあ、あなたの方が今は強く思っているんだけれども、まあ、後々になったらですね、お互いがお互いのことを思い合うようなそういった関係性になってくるかなというところがあります。で、最後にこのアドバイスカードを見てみるとですね、まあ、太陽のカードが出ております。太陽というのはですね、まあ、明るさっていうところはもちろんのことなんですが、まあ、自我というね、意味も込められたカードになります。すなわち、まあ、自分をですねしっかりとこうね包み隠さず表現するというか、しっかりとですね自分らしさっていうところを出していくっていうのが重要になります。例えば本音を隠さないとかですね、しっかりとその嘘をつかないとか、まあそういうね、もしかしたらそのお相手のね片思いされているお相手の例えば異性の方が、もしかしたらこうね何かこう嘘をついて何か裏切られたとか、そういったところですごく深く傷ついているのかなっていうところがあるので、あなた自身はそういったことをしないためにもしっかりとねその人とねこの自分の本心で付き合うっていうことをしていただいた方がいいのかなと。それによってね相手も心を開いてくれて、もう真剣なね交際に発展していくのかなというところが出ておりますので、その気になるお相手との関係を深めていくためにも自分をねちゃんとさらけ出す、何もかもをねこうさらけ出すっていうのではなくて、まあ、しっかりとこう嘘をつかずにね真摯にこの向き合うっていうことをしていただければ関係っていうのは良くなっていくのかなというところがあります。はい。ということで A を選びいただいた方ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。はい。それでは次に B をお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速カードを見ていきたいと思います。はい。それではですね、B をお選びいただいた方のカードをリーディングさせていただきたいと思います。まずですねカードの配置なんですが、こちらが現在ねあなたが片思いしている方に抱いている気持ち、そしてこちらがあなたの潜在意識で、こちらがあなたがですね思っている気持ち、まあ、いわゆるこれからどう変化していくのかっていうところですね。で、こちらがお相手の方があなたに対して抱いている気持ち、そしてお相手の方の
潜在意識、そして、お相手の方の気持ちがどう変化していくのかというところを表しております。で、真ん中のカードがアドバイスカードということで、まあ、2人の相性はどうなのかというところや、まあ、関係が良くなるにはどうしていけばいいのかというところを表しております。はい、それを踏まえて、ですね、カードを見させていただいたところをですね、まあなた自身とその片思いされている方はですね、まあ、非常に、まあ、相性がいいといいますか、お互いにお互いのことを思ってはいると思います。ただ出ているカードを見る限りだと、何かその2人以外の要因に、まあ、こうね、この2人の恋が邪魔をされている、邪魔されているっていうところが見受けられます。例えば あなた以外に他の方がですね、その気になるお相手の方にアプローチをしてきたり、またはね、その2人の恋をちょっと邪魔してくるだとか、まあ、そういったところが出ているっていうところですね。例えばどちらかのご両親の方が2人の交際を反対しているだとか、またはその他の異性の方が何かこうね、二人の恋を邪魔してきていると、まあ、そういったところが出ているんですね。はい、なので二人としてはお互いにこう付き合いたいなというふうに、まあ、思っているものの、そういった周囲からの妨害によってなかなかですね、こう付き合うまでに至っていないのかなというところがあります。はい、まあ、それがですね、まあ、ちょっとこちらの、まあ、予期せぬハプニングを表すカードのとこからまあ見受けられるとこなんですが、あなた自身はその片思いの方とのね、交際の準備っていうのをしていたにもかかわらず、何かそういうね、突然のハプニングというか予想外の出来事によって、それがね、ちょっと邪魔されているっていうところがあります。まあ、こちらでもまあ妨害のカードが出ているっていうところなので、まあ、そういうね、他からの何か妨害があるのかなっていうところが見受けられます。はい、で、まあ、それ以外だと何かね、こうもうすでにその片思いの方と結構ね、こう、まあ、距離を縮めたというか、まあ、付き合うに至ったりだとか、それのね、一歩手前の段階まで行っている方はもしかしたらいるかもしれないんですが、その中で思っていたほどこの人ちょっと理想というか、まあ、想像と違ったなって、そういうね、ちょっと違和感を持っている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。まあ、そのね、ずっとこの人好きだった人のことを思って、まあ、実際にね、こう接してみると、あれ、こんな一面があったんだっていうね、まあ、そういうちょっと意外な発見とかがあって、まあ、それでね、ちょっとその人への恋が少し冷めているっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。はいはい、ただね、そういったところも含めて、まあ、好きになることでよりね、深い愛っていうのはね、育まれていくのかなと思いますので、まあ、そういうね、一面もね、人間誰しもいい面悪い面っていうのはね、必ずしもありますので、そういう面もですね、含めて、まあ、愛するっていうことが大事になってくるのかなと思います。はい、じゃあ一方で、お相手の方はどうなのかというと、お相手の方も、そのね、何かこう周囲からの妨害にちょっと悩まれているっていうところで、例えば恋愛以外の部分ですね、例えば仕事がものすごく今こう忙しかったりだとか、何かね、その恋愛に集中できない出来事っていうところが起きている。例えば何かね、ちょっと引っ越しを考えているだとか、まあ、そういうところで何かこうね、まあ、処理しないといけない事柄がもう次々とね、こう降りかかっていて、なかなかあなたとのね、恋愛にこう集中できない状態でいるのかなっていうところがあります。はい、まあ、そういうところですね。実際にあなた自身とはの恋愛はすごくね、発展させていきたいっていう思いがあるんですけれども、何かね、こう次々と何かこう忙しい状況が続いていたりだとか、なんかこうね、その人にしかできないことがこう降りかかってくるみたいな、まあ、そういうことが、まあ、重なっていて、なかなかね、そのあなたとの関係を深められずに、まあ、なんかこう平行線のままでいるのかなというところがあります。はい、
なので2人はですねお互いのことをしっかりと思い合っているのですが、まあそういうね周囲からの何か妨げによってちょっとね関係がまだね発展していないのかなっていうところが見受けられます。なので相性自体はいいんですけども、今はですねちょっとこう距離を縮められないのかなと、ちょっと我慢する時期なのかなというところが出ております。はいはい。で最後にこのアドバイスカードを見ると、ただですね、このアドバイスカードの中には、まあ、思わぬチャンスというね、意味も込められているカードが出ておりますので、このね、なかなかこう恋愛にね、集中できないという環境だったかもしれないんですけども、そこからね一気にこう物事とかがこう落ち着いてようやくこう関係をね発展させていけるっていうね、ところが出ていますので、そのチャンスをまあ逃さないというか、そのチャンスまで待っているっていうのが重要になってくるかなというところがあります。まあ、その中で、まあ、本当にね、その人と付き合っていてよかったなと思えるね瞬間が来るかと思いますので、そのタイミングまで少し待っているのが今はいいのかなというところがあります。はいはい、ということで B をお選びいただいた方ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。はい、それでは次にですね C をお選びいただいた方のリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速カード見ていきたいと思います。はい、ということで、C をお選びいただいた方のカードリーディングさせていただきたいと思います。まずカードの配置なんですが、こちらが今あなたがですね、思っている気持ち、現在の気持ち、そしてこちら潜在意識になります。そして、こちらが、まあ、未来の気持ちということで、あなたの気持ちがどう変化していくのかっていうところを表しております。はい、で次にこちらがですね、お相手の方の現在の気持ち、そしてこちら潜在意識、そしてこちらが未来の気持ちということで、どのように変化していくのかっていうところを、表しております。で、真ん中のカードがですね、まあ、アドバイスカードということで、まあ、2人の関係をね、どのようにしていけばいいのか、2人自身がどのようにしていけばいいのかっていうところをアドバイスしてくれているカードになります。はい、それではですね、早速 C をお選びいただいたカードをリーディングしていきたいんですけれども、まずですね、2人の相性というところなんですが、まあ、現状はですね、かなりあなたの方が強くね、お相手のことを思っていらっしゃる一方で、お相手自身は今ちょっとこの恋愛に、こう向き合えていない状態なのかなというところが出ております。はい。で、まあそういったところがあって、あなた自身はそのお相手に対してこうどんどんね、アプローチをしていきたい、まあ、そういうふうにもしかしたら思っていらっしゃるかもしれないんですが、ただお相手の方がなかなかね、会う機会をくれなかったりだとか、ちょっと何かこうそっけない態度をしていたりだとか、まあ、そういうところがあって、なかなかその行動に今移れていないのかなというところが出ております。で、現在のね、あなたの気持ちを見てみると、なかなかねその関係を前進させることができていないっていうところが出ていて、ちょっとねこうモヤモヤした日々が今続いているのかなというところが出ております。で、心の中でその相手の、ね、態度とかを見る限り、もしかしたらちょっと、まあ、無理なんじゃないかっていうね、そういうね諦めがちょっと出ているのかなっていうところが潜在意識のところのカードから見受けられます。はい、なので、まあちょっとね相手がまだ恋愛に、集中できてないというか、まあ、あなた自身に、まあ、あの向き合えていないっていう状況があるっていうところで、ちょっと尻すぼみというか、なかなかこうね思うようにその人との関係を深められていないのかなっていうところが現状としてあります。はい、
で、一方でお相手の方もですねのカードを見てみると、何かね最近新しく始められたこと、例えば仕事が変わったりだとか、何かね、新しいところに引っ越されたりだとか、何かそういうね新しいことを、まあ、始められたタイミング、もしくは、ものすごくね、こう忙しいね状況、まあ大きい仕事を終えたであるとか、何かそのね、人間関係のトラブルが終わっただとか、まあそういうね、課題というかそういったものを最近まあクリアされて、ようやくこう落ち着ける状況になったのかなというところがあります。で、その中でまあじゃあすぐに恋愛にじゃあ集中できるかっていうと、やっぱりその人自身がちょっと疲労困憊になっている、まあ精神的にも肉体的にもちょっとね、疲労困憊しているっていうところがあって、今はねちょっとこうリラックスしたいというか、ちょっと休みのね期間が欲しいなっていうところが潜在意識として出ているので、なので、あなた自身のこのアプローチがあってもまだねちょっとそこにはねこう向き合いたくないというか、向き合えるこの気力がないっていうね、状況なのかなっていうところが出ております。はい、まあそういったところでまあちょっと思いのね、まあすれ違いというか、パワーバランスの部分がちょっとあなたの方に偏っているのかなっていうところがあります。はい、なので、まあ片思いの方はですね、いらっしゃると思うんですけれども、まあカードを見る限り今はねちょっとアプローチをしてもなかなかね真剣にそのあなたと向き合ってくれないっていうところがあるので、今はですねちょっとまあその相手との距離っていうのは、まあ、現状をまあ保った方が今後のね展開を見てもいいのかなっていうところがあります。で、2人の相性今後じゃあどうなっていくのかっていうところで、なんですけれども、まあ、あなた自身はね、その今はねすごい気持ちが強いところだと思うんですけれども、しっかりとねその人のことを、まあ、冷静にね、判断した上で、その人のことが素敵だなっていうふうに、まあ、思っているので、その今抱いている気持ちっていうのは固く持ち続けるのかなっていうところがあります。で、一方でお相手の方は、まあ、まだ直近の未来ではあるんですが、まあ、やっぱもう少しねやっぱそのね、少し前まではかなりこう忙しかったとか、何かこうね、てんやわんやしていたところがあるので、もう少しこうリラックスしたいなっていうね、気持ちが出ておりますので、なので、まあ、そのね、相手の方が、まあ、心身ともにこうリフレッシュできるまでは待ってあげた方がいいのかなっていうところが出ております。まあ、彼自身がそういう風なね、ちょっと休暇を望んでいるっていうところが出ておりますので、そこまでね、しっかりと待ってあげるといいのかなっていうところがあります。まあ、そうすることによって、しっかりとね、その後であればお互いに、こうね、愛を育むことができるというところが出ておりますので、まあ、そこのタイミングまで待ってあげるのがいいのかなと。現状ね今アプローチをすると、せっかくね、この積み重ねてきたものことがうまくいかなくなるっていうところが今出ておりますので、アドバイスとしては今はねちょっとアプローチっていうのはせずに、相手がこうね、ゆっくりと休めるまで、待ってあげた方がいいのではないかなと思います。まあ、相性的にはですね、今はまあ 50%50% ぐらいで、まあどっちともね、どっちにもなる可能性はあるのかなと思うんですけれども、しっかりとねその休暇を取った後にアプローチをすればその可能性というのはね、どんどん高くなっていくかなと思いますので、そこまでをね、しっかりと待ってあげればいいかなと思います。はい、それでは C をお選びいただいた方ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。はい、ということで、今回はあなたと片思い中のお相手の方が今後関係性はどうなっていくのかというところをリーディングさせていただきました。リーディングの内容はいかがだったでしょうか。動画の内容が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。
まあ、片思いの方がいらっしゃる方にとってですね、早くこう、ね、関係を発展させたいというふうに思ってらっしゃる方も いるかもしれないんですけれども、まあね、その関係性を、ね、こう深めるタイミングというのもありますので、しっかりとね、お相手と向き合った上で、アプローチをしていくのがいいのかなというふうに思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもいろんなリーディングの動画アップしてまいりますので、チャンネル登録がまだの方は登録していただけますと幸いです。それではありがとうございました。